だから売れなかったのか、うん、な人が喜ぶか、イベントがあると長居するから、うん、帰っていいんですよ、悪かったか明日も、まあ、そういうのはあるんだろうな、サッカーの試合とかあると、うん、早めに来てここで試合までちょっと時間潰してよかった、うん、それを続けて、そういうのはあるんだろうね、うん、今日誰かを嬉しくできた、こんなハート、しょうがない、サッカーの試合とか影響するんだ、ここはすぐそこレース上なんだ、世界中により良い眠りを広げてきたテンピュールが、でもそれだけでしょ、撤退したの、うん、そこだけでしょ、うん、未来の睡眠がここに、テンピュール、なんでね、コーヒーじゃ高いとかあんじゃないの、コーヒー屋さんはいろいろだから、うん、鉄が砕く、スマパチ新必殺潮火に、いつものそうめんに飽きてきたらこれ、マリンピアのコーヒー屋だって高いよ、エムドルしか行ったことないけど、これは間違いない、ひざみしょうが桃屋、あそこしかねえから、でも飲めばマックのコーヒーと違うもん、うん、この先左折専用レーンがあります、注意してください、でちゃんと自分の飲みたいコーヒー選べるんだもん、取締ポイントに注意してください、相談の中であの女の人が引くんだもん、できてくるまで時間かかるもん、かつて一つのフィルムが風のロマンを伝えた、あそこでコーヒー飲むときはエミスが払ってから分かんないけどいくらだろう、この前タゲって言ってたもん、ようこそ名馬たちのもの、それでもおばさんらがいっぱい行ってるってことは存在があれなんだよ、うん、おじさんとかおばさん行ってんだもん、だから人類に貢献した、めぐりで攻めやでしょ、うん、そういうところのスーパーにあったりコーヒー屋だからスタバだけより痩せてるの来たんでしょ、留学生だった母は田舎のコーヒー屋だから食べられな安いと思ったんじゃないの、ここに値段の価格がだよ、科学の道、うん、3階のコーヒー屋でしょ、こういうところ4階の、あそこそこもっちゃ高くないと思うよ、まあ、いろいろな、だから美味しいよ、美味しいけど値段の割には高くないと思うよ、そんなに高ければあんなおばさんたちは行かないでしょ、うん、スタバなんかで、そんなスタバなんかで、ああいうところのコーヒーは全然違う、あれはあいつと一緒だもの、簡単に言えばマコのコーヒーとかああいうのと一緒だもの、そんなことじゃ失礼だけど、うん、スタバのそんなに変わんないから高くはないと思うよ、スタバって安くないからね、うん、てくれて飲んだからと思ったら薄すぎたじゃん、値段が安かった、あれなのに安いって、あれだからあれを粉が少ないんだよ、豪華賞は7着と沈んだが58万か、終始攻めの走りで最後の直線、コーヒーはほら薄い方がいいって人もいるけど、
よく日野さんが言ってんじゃん、鼓舞してって、こういうのが好き、お父さんはこういうのが好きだから、大体砂糖を入れないで飲む人はこういうのが好きなんですよ、砂糖をボコボコ入れて飲む人は、あらコーヒーじゃなくても甘けりゃいいんだよ。警察から何か言われたのか。だと思うよ。あの渋滞して危ねえからって、並んじゃって。母さん好きや。ギザで。なんか物事があったんだろ。多分な。待ってくれまたこっちに行くまで、いきなりやってピーってやったら向こうなんだこの狙ってってお互いになんだこのやってんだろ。体調崩すときっていきなり来ますよね。忙しいときに限って。対策する体調管理に本気の新着ニュースがあります。午後11時になりました。多分、うぜった車が多分、こっち行けなくて、とりあえずドラマに慣れちゃうと思うよ。ずっと、だから3号内に出っ張ってたんじゃないの、行けなくて。突然、成層圏を破って、地球上に落下したのです。で、あの人に苦情いたんでしょうね、やめたところ、まあそうだというわけではありませんが、でも確かに巨大なピラミッドが大地に突き刺さっています。これは通報されたんだろうね。何なのか、マットカー呼んじゃない、一番早いもん。あなたこと言ったって。その周りにも不思議な建築がいくつもいくつも緑の丘に連なっているのです。でマックの件があったからすぐ手帳を頼ったんじゃねえの。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。学生たちの研修施設です。なんだこれ。マックの件と移住協会でもって結構出回ってんじゃねえの。でしょ、左折線のテーマがあります。あれ信号のところで角でもって一番場所としてはいいところだけど、車のその出入りにしてはいいとことは言えねえもんな。他の人の邪魔になるもんな。お店としてはいいとこだよ。あの店行くのやどっか来ても入りやすいんだよ。そうだからいいんだよ。あのあそこの出口があるかぎり。大学セミナーハウスのスペーストラベル。こんちばの方が来てもうちの方がこっちから来てもあそこ信号手前にクッと手伝わないじゃん。ユニークな建物ばかり。三号ならまさに来てもあそこ店のところに入れっかいね。お店としてはいいとこにあるんだよ。螺旋状に続いているんですか。ここ何だ。駐車待ちをするには不便なんだよ。そう疑問をいっぱい持っていただければ帰って。長野駐車場が狭すぎんだよ簡単に言えば、今も愛され続けている学生たち。そんなこと言ったってしょうがない、土地高いんだもんこれな。おかしいよね、これでもってパーテーションがあって文句言ってる人にあそこ全部パーテーションで、パーテーションが基本的な作りの店だからなんかさ、それがもたえられておかしい話だよ。南沢駅行きのバスで20分ほど。野猿通
この九州だから、九州ってさ基本買い玉だからさ一回出てこないんで、それがめんどくせえのよ、いちいちタイミング見てたらめんどくせえよって。あの吉坂さん、コルビジェの弟子っていうところぐらい買い玉って頼んでからもあ食うんでしょ。だから食う途中で持って、だから冷めちゃうから、食う途中で持って中断して買い玉ってないじゃねえか、それがめんどくさいって。だったら最初からどんどん大盛りだった方がいいよって、うん、目的地へと続く階段を登ると異様な物体が。うわ、目があるよ。あれ、ちょっとビビるね。来訪者を出迎えるのは巨大な目。睨んでいるんですかね。やっぱり落ちてきて刺さったように見える。しかも結構な角度だね。やっぱ近くに来てみると、これだけの高さだ。あそこに来るの、今入ってから行ってみようってネットで来るってことになるでしょ。あのラーメンが好きで来るんじゃなくて、今入ってから行ってみようってネットで調べて、入ってから来てみようっていうのがやっぱり来てたと思うんで。それはそれでしょうがねえな。客層が違うんじゃないかな、来てる。